あおかえりやっぱり私からの連絡見てないし今見てそう私今日講義一個しかなかったのにそれがいきなり休校になったから一日休みになったので何の予定も入れてなかったから 今日デートとかできるよって連絡したんだけど返信ないからなんかテンション下がってそのまま帰ってきたうんいやなんかお家デートだとしてもさなんか。 どっかでテイクアウトしてくるとかしようかなーって思ったんだけど別にすねてないどこ行ってたのうーんそう買い物ねで1時間携帯持たずに外にいたってこと なんでリビングのテーブルに携帯置いてんのに忘れていくかねいや別に怒ってないよ怒ったって何にもなんないじゃんていうかなんか約束してたとかじゃないし君が悪いって話じゃないしただいつも連絡返してくれるのに この後デートできるかもみたいな連絡だけ返信なかったから行きたくないんかなとかなんか別の予定入れちゃったのかなとかいろいろ考えてうん行っかってなっただけあ寂しいとかじゃないしだる それ、何買ってきたのピザなんでえ私が好きな惣菜もあるじゃんえななえなんでだって連絡見てなかったんでしょ今日授業少ないって言ってたから 帰ってきたらピザパーティーしようと思ってたうんーそうなんだ考えてることは一緒だったんだねあ嬉うれしそうにしてないキモ <laughs> キモええお酒は なんでダメなの私が酔っ払うと面倒くさいからそういうわけじゃないなら何よ怖いすぎて困るんー はニヤニヤすんな肝。まあじゃあソフドリでもいいジュースは何買ってきたのポンスパークリング分かってんじゃんえじゃあいいじゃん今食べよう何も食べてきてないだってどっか行けたらなって思ってたしだしせっかく買ってきたんならさ冷める前に食べた方がいいんじゃない 知らんけど <laughs> うん映画は何見る何でもいいのえー、じゃあ私見たいやつあったんだよねやっぱ何でもいいなんかニヤニヤしてずっと見てくるし 別にはしゃいでるわけじゃないからうん見たいと思ってたやつ見たいと思ってたのは、うん、ネッネフリで最新で来てたやつそうそれあんたも見たいと思ってたんだ うーんじゃあそれでいいよ。私、優しいから。<laughs> あ。お金え。よくない。ここの生活費だって折半なんだし。半額払う。やだ。だって後だったらもうめんどくさいってなっちゃうもん。ペイペイで送金するから教えて。うん。はい。今送りました。 ありがとうあ,あ、急に心臓なんて押さえてどうした発さ？よくわかんないのお手ら、いってらっしゃいピーザーやったーうんうれしそうな声してないよね私 私が好きなや分かってんじゃんあいつ <laughs> あいつも私とゆっくり過ごしたいなーって思ってたんだえうんおかえりえな何でもないえうん じゃあうん私グラスに氷入れて持ってくるせっかくだしうんやっぱ待ってちょっとさ先にギュッてしてくんないは死なないし私に触るのが嫌だった ってこうんじゃあ早くぎゅ。私の顔見えない <laughs> ありがとう本当はデートしたいと思ってたの私だけなのかなって寂しくデスってた態度悪くてごめん ありがとう大好きグハッて言ったけど大丈夫今顔見えないけど本当に大丈夫うんそうあ待ってまだもうちょっとギュッてしてよし 充電完了グラス取ってくる私がかわいすぎて死んじゃわないといいね <laughs> はず行ってくる。